皆様、こんにちは。SAP アリバのオンラインセミナーにご参加いただきまして、ありがとうございます。本日は、サプライヤーサーベイを利用した効果的なウィンウィンの関係構築と題しまして、クアルトリクスサプライヤーサーベイによる効果的な情報収集と意思決定についてご紹介いたします。本日のセミナーは、ご覧のような3部構成で進めさせていただきます。では、早速ですが、第1部、SRM、サプライヤーとの協業変革に向けて、こちらの内容をデロイト・トーマツ・コンサルティング合同会社、バン様よりご紹介いただきます。では、バンさん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。デロイト・トーマツ・コンサルティングのバンと申します。私の方からは、SRM と題しまして、サプライヤーさんとの、競合関係をですね、どのように、深めていき、発展させるのか、そういったお話についてですね、20分ほど時間をいただいて、お話しさせていただきたいと思います。まず最初に簡単にですね、自己紹介をさせていただきます。私、弊社のですね、サプライチェーンマネジメントを、専門にする、コンサルティングチームに所属しております。で、その中で、間接材、直接材の調達の、業務改革、ないしは、それに、続くですね、システムの構築導入、または、そのパッケージの選定等ですね、幅広いプロジェクトを、経験しております。我々デロイトはですね、グローバルで、コンサルティングサービスを、展開している、企業なんですけれども、この SRM に関してはですね、グローバルの方でも、先進事例等多くあります。本日は、そのあたりのですね、情報も、踏まえて、SRM について、お話しさせていただければというふうに思っています。まず最初にですね、SRM とは何か、SRM の、位置づけについてです。調達活動の中では、ここにありますように、いわゆる物品ですとか、サービスの、調達実行という業務。あとは、サプライヤーさんからの、見積もり取得ですとか、サプライヤー選定、価格交渉、で、契約管理といったですね、ソーシングと呼ばれている業務があると思います。で、それとは別にですね、それらの業務を、より、効率化されているために、サプライヤーをですね、管理していく業務があると思います。SRM はですね、このサプライヤー管理に相当する領域の業務を対象にしております。ですがですね、SRM というものを考えるにあたって、従来行われているようなですね、定型的なそのサプライヤー管理を行うというよりかはですね、やっぱりサプライヤーさんとの関係をどうやってですね、進化させていくのかといったところ。あとは、多くの企業でですね、サプライヤー評価に基づく、個々の改善活動というのは行っていると思うんですけれども、こういった課題が発生して、それに対して対処するといったら改善活動ではなく、サプライヤーさんと一緒にですね、中長期的な、計画を立てて、それに基づいて、日々の改善活動を実行していくというようなアプローチ。あとは、サプライヤー管理を行うにあたってはですね、後ほどちょっとご説明させていただくんですけれども、多種多様なですね、情報を、収集し、分析しですね。それで、意思決定の、高度化を図ると。そういったことが求められています。こういったようなですね、要素を、含めた形で、サプライヤーとの協業を推進していくと。いうところがですね、この SRM の、推進の、ポイントというふうになります。ではですね、具体的には、じゃあその SRM の狙いとしてですね、どういったものがあるのか。という点についてです。で、一つ目ですね。サプライヤーの価値向上ということで、これは SRM の進め方の話になりますが、決してですね、やはりその自社にとって、メリットがあるというのは、そうなんですけれども、やっぱりサプライヤーさんにですね、いかにこの、改善活動に対して、やっぱりモチベーションを持ってもいただくかというのが一つの大きなポイントになります。そこで、こういった SRM の活動を推進するにあたってもですね、そういったそのインセンティブを働かせるような仕組み、
まあ、こういったことを導入するということが一つ重要になってくると思います。あと、まあ、サプライヤーパフォーマンスという観点で言いますと、まあ、僕のお客様で、僕の企業でですね、まあ、あらかじめサプライヤーさんとの間で、まあ、目標の KPI を設定し、まあ、それに対して、まあ、ランク付けをしてとですね、というようなことをやられているかと思います。まあ、それ自体はですね、まあ、継続して行うことになると思うんですけども、サプライヤーのその KPI の設定ですとか、まあ、もしくはそのフィードバック、まあ、このあたりが、やはりですね、まあ、サプライヤーさんの活動っていうのが、まあ、よりその正しい方向に向かっていくような、まあ、改めてその KPI の見直しだとかを行っていくといった部分。あと、まあ、3番目ですね。これは社内の話になりますけど、購買の担当者の方が、まあ、取引、サプライヤーとの価格交渉ですとか、まあ、調達選定をやるときに、まあ、各サプライヤーのですね、まあ、見積もりの情報を比較すると、まあ、いうようなことをやるかと思います。まあ、その際にですね、まあ、価格だけではなく、他の、まあ、要素もですね、まあ、幅広い情報を、まあ、バイヤーの方に、まあ、提供してですね、まあ、バイヤーの方の、まあ、意思決定の、まあ、クオリティを高めていくというような活動であるとか。あと、4番目は、まあ、リスクに関してです。まあ、サプライヤー管理に関するですね、まあ、リスクっていうのは、まあ、多種多様なリスクがあると思います。で、まあ、これらをですね、まあ、いかにですね、情報収集を、まあ、鮮度の高い情報収集を、まあ、行い、で、まあ、体系的な分析を行い、で、まあ、よりですね、まあ、正しい、リスクの、への対処を行っていくと、まあ、いうところもポイントになるかと思います。で、まあ、5番目は、供給市場の可視化ということで、まあ、調達している、まあ、部品、原材料、まあ、ないしは、その間接材ですね。まあ、今、そのマーケットがどういう状況にあるのか、といったことですね。まあ、例えば、その価格はどうなっているのかだとか、まあ、需給の状況はどうなっているのかなとかですね。まあ、こういった、まあ、マーケットのトレンドっていうのを、まあ、リアルタイムで、まあ、把握して、で、まあ、新しい情報に基づいてですね、まあ、正確な意思決定をしていくと。まあ、こういったところが挙げられると思います。で、次はですね、まあ、じゃあ SRM というのは、ちょっとどのように進めていくかというですね、ちょっとまあ、アプローチの、まあ、一例をちょっとこれは示しています。で、これまあ、左から右に対してですね、まあ、この成熟度を上げていくと、まあ、いったようなアプローチです。でまずまあ、ステージ1としてるのはですね、まあ、日常的な、まあ、サプライヤーとのやりとり。まあ、例えばその受発注のやりとりであるだとか、まあ、各種文書のやりとりであるだとか、まあ、こういった業務をですね、まあ、マニュアルから、まあ、オンライン化していくと。まあ、主な目的としては、まあ、業務の効率化ということになろうかと思います。で、まあ、ステージ2としてはですね、このサプライヤー、まあ、評価に関する、サプライヤーの情報、あと評価情報、サプライヤーのリスクに関する情報ですね。こういった、その、まあ、サプライヤー管理に関わる情報というのを、まあ、可視化することによって、まあ、送信後の、まあ、意思決定っていうのを、まあ、より高めていくと、まあ、いったところです。で、まあ、ステージ3についてはですね、まあ、実際ここに書いてあるような、まあ、例えば、その、まあ、需要予測を立てたり、まあ、もしくは、このサプライヤー計画の立案をしたりですとか、もしくはその製品とかサービスの、まあ、開発といったところ、まあ、こういったですね、まあ、調達ビジネスそのものを、まあ、両者ですね、まあ、協業して行うことによって、まあ、シナジー効果を働かせると。で、まあ、結果的にですね、まあ、これ大きな価値を、まあ、生み出していくと。まあ、いったところがステージ3になるかと思います。で、まあ、この本質的な目的というのは、まあ、ステージ1とかですね、まあ、ステージ2というのは、まあ、あくまでもこれは手段に過ぎず、まあ、本質的な目的というのは、このステージ3にですね、まあ、掲げているようなことを実現していくということにあろうかと思います。まあ、ですが、このステージ3に掲げているようなことをですね、まあ、実際実行しようと思うと、やっぱりサプライヤーと、まあ、自社との間でですね、きちんとしたこの、なんていうの、情報のやり取りであるだとか、もしくは、まあ、情報分析であるだとか、まあ、しっかりとした基盤があることが前提になろうかと思います。まあ、そういう意味でですね、こうやってまず、ステージ1、来週はそのステージに該当するところで、基盤をしっかり作った上で、まあ、実際その協業のシナジー効果をステージ3で、協議していくと。まあ、いったようなところがですね、まあ、一つ、まあ、アプローチとして重要なところであろうかと、いうふうには考えています。で、次はその SRM の、まあ、進め方ですね。
いくつかちょっとステップがありますが、その一番最初のステップに該当する部分です。で、多くの企業様ですね、少なくとも、数百社。で、通常であれば、数千社。で、多いところであると、それを超えるようなですね、多くのサプライヤーと、ちゃんと、取引が、行われているかと思います。で、サプライヤーとのですね、協業を進めていくにあたって、これら全てのサプライヤーと一律でですね、協業関係を、構築し、推進していくというのは、あまりちょっと効率のいいやり方だとは考えられません。で、このですね、自社の取引とあるサプライヤーをですね、この右下に、ちょっとこのピラミッド型のですね、図がありますけれども、一番下のトランザクショナルと言ってるのはですね、あまりその戦略的に重要でないような、取引先についてはですね、定型的な、モニタリングですとか、評価ですとか、そういったことをしていくと。一方でですね、より、戦略的な、関係が必要なところ、例えばその自社の製品にとってですね、競争力優位性をですね、左右するような、重要なその部品ですとか、原材料を扱っているような、サプライヤー。で、ないしはですね、間接代の方においてもですね、自社のその、例えばその、ビジネスプロセスのアウトソーシングですとか、自社の業務をですね、根本的に変えるような、そういった、ある意味ですね、そのパートナーシップを結ぶようなですね、取引先、サプライヤー、そういったようなところとはですね、よりちょっと戦略的な活動にしていくと。で、ここにサプライヤーちょっとリーン活動推進というふうにちょっと挙げてますけども、このサプライヤーリーン活動というのはですね、個別のサプライヤーさんごとにと、サプライヤーさんとですね、一緒になって、現状業務の、全てその棚卸しをして、で、そこでその改善点を全て洗い出してですね、で、その改善点を、解消していくための、プランを、1年とかスパンではなくてですね、2、3年という長いスパンで、計画を立て、で、それを、サプライヤーと自社で、一緒になってですね、改善活動を進めていくと。そういったような、そのアクションになります。こうやって、戦略的に重要な、ごく一部の限られたですね、サプライヤーさんとは、こういったような関係を築いていって、改善活動を進めていくと。ということですね。これによってですね、こういう、なんて言いましょう、この SRM というのも、かけ声倒れに終わることなくですね、実際その効果を、獲得することができるとないかというふうには考えています。はい。で、次はですね、この SRM における、こういったそのデジタル、テクノロジーの活用についてです。で、ここではですね、サプライヤーリスクに、関する、テクノロジーの活用をちょっと例を挙げていますけれども、サプライヤーリスクというのはですね、かなり、幅広い、種類があります。供給リスクであったり、価格変動リスク。あと、昨今ではそのやっぱり CSR に関する、リスク管理。あと、業種によってはですね、業界ごとの、法規制がございますので、そういった法規制、に抵触しないかどうかの管理。あと、昨今ではですね、やっぱりサイバーリスクや、その、IT に関する、リスクもですね、管理したければならないような状況になっています。そういった中でですね、情報収集っていうのは、かなりその幅広い情報を、収集しなければならない。で、それをですね、体系化した形で整理をして、で、実際その分析を行ってですね、で、実際そのリスクに対応できるような、そのアクションにつなげていくような、そういったようなですね、形の、活動を行っていく必要があります。で、一方でですね、自社の、その取引先のサプライヤーもですね、従来とは違って、サプライベースの、グローバル化ですとか、あとはそのサプライヤーさん自身がですね、M&A ですとか、そういったことによって、やっぱサプライマーケット自社でですね、かなり変化が激しい状況になってきています。そういった中で、よりですね、こういう、リスク管理に関する情報っていうのは、鮮度が高い情報を、収集していく必要がありますし、サプライヤー市場がですね、変わってくれば、それに合わせてですね、管理するリスクの優先順位付けですとか、管理する頻度ですとか、そういったところですね、変えていかなければなりません。で、そういったですね、
リスク管理の複雑性ですとか、あとその範囲の広さということを考えると、もはや、やはりこういったシステムですとか、デジタル、システム、テクノロジー、やっぱりこういったことをですね、活用することによって、リスク管理業務を効率化していく。で、もしくは、高度化していく。といったことはね、一つ、成功のポイントになるかなというふうに考えています。はい。で、最後にですね、ちょっと本日、お話しした内容のちょっとおさらいというような形になりますが、SRM 実現にあたっての、ポイントというのを、簡単に、まとめました。で、一つはですね、改革目標ということですね。あとは、2番目がそのアプローチということです。先ほど、サプライリン、リン活動の、部分でも申し上げましたけれども、一つで、SRM、もしくはそのサプライヤー管理といった場合にですね、やはりその、日々発生する、課題を、潰していくと、いったような、もうそのある種、ちょっと潜った滝のようなですね、やり方でやっていくのではなくて、で、まずは、現状のですね、やっぱり課題を棚卸した上で、まず、大きなちょっと改革の目標を設定し、あとはそのですね、目標を実現するための、アプローチっていうのを、中長期のスパンで、計画として、策定していくといったところですね。あとはそれに沿って、サプライヤーさんと一緒になって改善活動を推進していく。こういったようなですね、やり方が、一つ非常に重要なポイントかと思っています。で、最後に挙げてます、デジタルテクノロジーの活用についてです。で、デジタルテクノロジーの活用のですね、有用性については、先ほどちょっと申し上げた通りなんですけれども、もう一つですね、切り口がありまして、今このサプライヤー連携の、システム化っていうのは、2000年の前半ぐらいですね、一時期その、e ビジネスですとか、e プロケメントっていうですね、用語と一緒にですね、各社さんが、システム化を推進されてきました。で、ちょうど今のタイミングっていうのはですね、そこから、15年とか、20年経ったタイミングになるんですけれども、昨今ですね、我々、方にもですね、お客様の方から、やっぱサプライヤー連携の、システムを、刷新したい、見直したいというような、お話をいただくことが非常に多いです。で、ただ一方ですね、この15年前、20年前というのは、先ほど申し上げたように、受発注連携ですとか、あと、フォーキャスト連携といったようなところが中心だったんですが、今はですね、かなり、それ以外の、領域についても、サプライヤー連携していくような、ですね、IT の、選択肢が、広がってきているような状況です。で、あとは、管理領域もですね、先ほど、ステージ2とか、ステージ3とかいうところを挙げてきましたけど、そういった部分にもですね、テクノロジーを活用していくというのが、業界での、トレンドというふうになっています。ですので、今後ですね、こういったそのサプライヤー連携の、システムを見直すと、刷新していくという際にはですね、従来のシステムを刷新していくというような、見方で変えていくのではなくて、世の中ですね、今一度その最新のトレンドがどういうふうになっているのかと、いうことを踏まえてですね、自社の、システムの刷新計画を立っていくということが、重要なのではないかなというふうに考えています。はい。はい。以上ですね、ちょっと駆け足になりましたが、私の方からの、ご説明を、終わりにしたいと思います。本日はご清聴ありがとうございました。